おはようございます。ミッキーファームです。今日は2021年の、9月の12日です。ちょっと最近畑に行く時間がなかったんで、しばらくちょっとほったらかしにしてしまってた状態だったんですけど、もう草まみれで草ぼうぼうですね。ちょっと今からまた秋の野菜に向けて、この辺りもね、これ畝を立て直してジャガイモを植えたりしようと思ってるんですけど、これはまずこの草を刈らんとダメですね。これとりあえず今日は、ちょっと収穫できるものを収穫していきたいと思います。まずね、今ちょっとこの韓国かぼちゃをね、がまたえらい伸びてるんで、これ見たらいっぱいできてるんですよ。これまず一つここね取れて、はい、次どんどん行きましょうか。取っていきます。はい、ここにもこれ大きな、はい、それからここにもありますね。どんどん見ていきましょう。これもうね、もうこれ終わらせましょうか。そろそろ、はい、そこ、それからこれも、ああよさ、このかぼちゃはほったらかしてたらなんぼでもできますね、これね。ネギの方にちょっと行ってるし、ネギの邪魔にならんように行きましょう。あ、ここにもこれね、よいしょ。これなんかちょっとかわいいな。ちょっとかわいいこれ。それから、ここにも、はい、ここにもありますね。今日はこれ何個収穫できんねやろ。ここにね、まだちっちゃい、これは全然まだちっちゃいんで今日は置いときましょう。よいしょ。お、あったあった、ここに、はい、よいしょ。あ、ここにも、よし。それからとはどうですかね。まだあるかな。あ、ここにもあるあるある。よいしょ。はい、ここにもできてます。それから、あ、その横にも。たくさんできてますね。
あ、あった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 。はい、ここにも。はい、できました。取れました。それから、あ、ここにも。ここにもありますね。よいしょ。それから、あとは。あ、あった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 、ここにね。はい、ありましたよ。それから、あ、ここにもありますね。王さん、ほんまにできてる。それから、こんなもんかな。あ、あった、ここにもあるな。ほら、お、こう2つできてる。よいしょ。あ、ここにもある。ここね。めちゃくちゃできてるな。ほんまにびっくりするわ。よいしょ。あとは、あ、そこにも。ここ、ほら。あります、あります。まだまだあるなぁ。よいしょ。どうかな、もうこれだけかな。それでは、収穫したものを集めました、全部でこれ20個大量ですね。まあ大きさは大中小いろんな大きさが取れました。韓国かぼちゃはまあ本当ほとんど何も世話をせずほったらかしてて、まあこれだけできるんで、まあ手がかからない野菜になると思うんですが、ただこうやっぱつるがめちゃくちゃ伸びて、まあ場所は取りますんで、まあたくさんいろんな野菜を作って、こういろいろ取りたいなっていう人で、そんなに場所がね広く畑がなければちょっとまあ育てにくい野菜になるかもしれません。それでは今日はこれで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方お願いします。Twitter、Instagram もやってますんでフォローの方お願いします。それでは、いってらっしゃい。